足利層は下谷国足利軍にあった荘園。荘域は足利軍全域と阿蘇軍の一部。成立当初の田畑約100丁ずつからなる。演起式には下谷国足利駅和明類受賞では足利軍駅下京と記されている。源義国が源義家から伝えられた開発地を安楽久市員に寄進したことから。 足利僧が成立し、川内源氏十代の県人である、藤原秀里流の藤原聖足利氏が支配した。吉国を外する原生足利氏と、藤原聖足利氏は当初は競合関係にはなく、日立兵士との対抗状協力関係にあり、在京軍事貴族としての側面を有した原生足利氏が、預かり所職を現地に根付いた。 藤原姓足利氏が月食を有していたと見られる。その後、直感を受けた吉国が足利に下り、近隣の神殿僧や柳田三栗屋の開発に、両足利氏が乗り出すと、協力関係は次第に競合関係へと変化して、対立を深めていく。任何年間には兵士が漁するが、源氏の源の頼朝により富士聖、足利とし名が滅ぼされると、 原生足利氏が支配を確立して、自当職を歴任する。源義金は出家後、自定の一部に万那寺を建立した。足利高氏が室町幕府を樹立させると足利氏発祥の地として重要視されるが、足利から遠く離れた京都に幕府があったために、幕府の直接管理が不可能であったため、代わって鎌倉府が管理した。小山市の乱で、 当時の下屋国守護小山氏が一時滅亡すると、代わりに守護になった木戸放棄は守護所を小山から足利に一時移転させている。また、隣接する同じ足利氏の所領である柳田クリ屋との区別が曖昧になり、同クリ屋も足利層の一部とみなされるようになった。上杉全州の乱をきっかけとして、大二十四年頃より幕府大官が、 足利僧に派遣されて、鎌倉府の支配から切り離されるが、これに反発した鎌倉久保、足利持氏は、王永三十年には、将軍、足利義持には、無断で、幕府大官、神保義久を京都に追い返して、足利僧を横領した。その後、永響三年に和議が成立するが、間もなく永響の乱が発生し、続く有機合戦、京徳の乱を経て、 最終的には、関東管領上杉ふ明が、足利層を管理することになり、大官として、長尾慶事が足利に派遣された。その後、三内上杉家足利長美家による管理体制は、戦国時代末期まで続いたが、天正12年の北条氏による足利占領によって、足利層は終焉を迎えることになる。ただし近年では、足利層は、 源義家から、源氏僧侶である、源のため義、源義友、も、源頼ともへと伝えられ、現世足利氏が、足利僧を支配するのは自称、樹影の乱語とする研究もある。田中大樹、中世前期下附足利論田中編著、シリーズ、中世関東武士の研究第9巻下附足利氏。 ISBN 978から4から864030700、アシカが持ちうじより一時を受け有機合戦で滅んだ、木戸持ちの祖父、野田氏と同族、万羅寺、文書408号。関門漁期応援30年11月28日上、満載時号日記応援31年7月23日上。江大区を、南北朝、室町時代の足利カ層について、 ISBN 978から4から862150509代二編フロンさん。ありがとうございます。